エスパラダイムのケースケとシャラダーガジマオーレハルタガチンコカラオケ採点バトル。去年の年末に紅白歌合戦やったんですけど、はい、今回はそちらのハルタバージョンやりたいと思います。よっしゃということで、前回と同様ジョイサウンドの上野広小路店さんをお借りさせていただいております。ありがとうございます。前回は紅白歌合戦で3-3のチームに分かれてやったんですけど、はい、今回は個人戦でいきたいと思います。個人戦、まあ、一回家でも歌詞間違えたら即死ばかれる卒業ソングやったんですけど、まあ、今回はちゃんとカラオケで音源ありきで点数を競っていきたいと思います。あで、1人2曲歌ってもらいます。あ、もう1回チャンスをね。はい、で、そちらの合計得点一番高かったやつが優勝ということで、はい、はい、だからね、これ多分見てる視聴者さんからしたら、まあ、ハン君が勝つんだろうと思われてるんですよ、まあ、そこを覆してやろうじゃないかと。てなわけで、春歌みんな結構知ってます？知ってるはず。聞くよね、有名な曲ばっかだから。島袋とか大丈夫？昭和の曲しか知らんけど。ぼちぼちそれなりに人生歩んできたつもりではいるんで。やめてな、なんか白い光いやいや、だそんなのはないから。大丈夫お前、なんか前、前回もなんかあ、お前さん、あれ誰も知らんすぎて全然響いてなかったよ。マジか。でもコードドラキュラとか知らんやん。あれはあれはひどい。でも思うでしょ、そうやっていっぱいメンションできた。ドラキュラ歌いましたっていっぱいしたから。じゃあ順番決めていきますか。おい、はいはい、じゃんけんでいいんじゃない。そうだ、まあね、まあこれにね、せーの、せーで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 、はい。ということは、コウが1番、はい、2番ヒロト、3番シカ袋、4番ガチマ、5番ボック、6番ハン君という順番でやっていきましょう。はい、ということで早速、春歌ガチンコカラオケ採点バトル、やっていくぞ。ほえさあ、ということで1番でコウ。今から僕歌う曲、みんな知ってます。知ってるのはいいんですけど、心地いい歌を歌ってもらわないと、あの視聴維持率が下がってしまうので。任せて。今もう多分任せてなと思う。ダブルタップお願いします。戻してください。前回はまださ、やばいとこ出てなかったけど、まだね、皆さんコウの本性見れてませんよ。今回みんなが知ってる歌ですから。この人ね、特技があってビブラート無限っていう喉の。いやー、そうですよね。そうなんだ。ではいいですか、準備。大丈夫です。では1番手、コウの歌う曲はこちらです。もう卒業といったら大丈夫この曲ですから。季節の真ん中で日と日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に想いを乗せて桜のつぼみはまるでと続きます。あれ、マリアもマリアだったら分かるね。いい感じや。今日は売れてるね。今日はもっと揺らしてかよ、俺こっから。あふれ出す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きな首をした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。
あなたにとって私もそうでありたい。90点超えが出るという、うん、しかもこうで90点超えというね、やばいね、これプレッシャーかかったね。さあということで2番手ヒロトでございます。頑張ろう。正直でもこうが90取ったことによってプレッシャーはあるんじゃない。バカある。いや多分全員やるよ。いやー怖いなー。90以下取ったらこうより下手くそっていう証拠がつきますから。申し訳ないけど一生バカにさせていただきますから少ないよ。歌えてなかったか。いや、言い訳。あれ？
はい、コウに負けていればコウより下手という称号がつきます。そうっすね、そうっすね。先ほどのコウの得点90.789。おー、あれオンチ、もっと言ってやれ。オンチでうんち、もしかしてガチで悔しがってる。ガチで悔しがってる。ちょっと今のはひどかったな。ひどかったね。中学校の時とかよく歌ってたんだけど、うん、なんか忘れちゃったね。ちょっと冷や汗がすごい。これやばいやばいと思いながら歌ってました。どうだっけ、びしょびしょや。汗びっしょりです。皆さん2曲目頑張ります。さあ、それでは頑張って島袋くろよっしゃー。前回は紅で、そうだね、かなり大暴れしましたからね。そうですね、紅と残酷な天使のテーゼでしたっけ。今回はやっぱり皆さんが知ってる曲チョイスしてくれたんでしょうね。いや、そうですよ、大暴れできるような曲用意いたしました。春歌で大暴れとかあるよ。みんなが今に立ち上がって こんなことしたくなるようなもう用意いたしました。おー、いいじゃん。ということで準備が整いました。島袋が歌う曲はこちらの曲です。私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯れ葉を抱き秋めく窓辺に立ち止まった夢を辛くて辛くて優しい
しようということで暫定1位よっしゃやっぱなんか今日の授業って喉が苦しそうに見えました。そうだった。そうなんですよね。きついっすね、やっぱね。女性の方は厳しいですか？厳しかったみたいっすね。これ小学校の時歌ったことあるんですけど、恋返りする前だったから歌えたのかなと。ただ1位ですからね。まあまあまあ、そうですからね。自信持って俺は1位だ決めてということで、本番手がチーム、おっしゃー。らしくない歌を歌う人ランキング第1位だよね。あーね、なんか EDM が聴いてたりさ、洋楽聴いてたら車でこんなやってるイメージやけど、もう本当にここのシーズンの曲を一切知らないくらい知らない。友情に興味はないと。いや、あんまないっすね。いや、そんなこと言うやん。さあ、気になるところですね、ひろとさん。いやそうですね。ほら、見てて、乗ってるから、乗ってる系。アップテンポ系なのかな。あるよ、洋楽か。あ、冷えた。洋楽か。エミネム、エミネムの春歌。何この歌、全然ちゃうよ。何この歌。また歌い、歌はなさそうな。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。見た目とのギャップですね。東京で見る雪の色が最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時知り、ふざけすぎた季節の後で今春が来て、君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。いいですね。更新してる感じ。あ、ヒロト以外ね、更新してる感じがすごくいい。あ、いい感じ、いい感じ。いや、よかったー。王道の1位ですね。まあ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 、俺これ自信ない曲だったんよ。なんでまあ2曲目でもう少し内輪袋とは 1.4 点差ですね。かなり差ある。まあ、いい順番だったのかもしれない。こっからもっと上手いケースで判定続きますから。まあ、92点以上は必ず取れることでしょう。やべー、やない。一切スキップなしで。お前、スリマに自分が終わったな。すごい。耳が妊娠するかもしれないので、皆さん気をつけていただいて、次、ケイスケの方、行っていきましょう。さあ、ということで4番手、ケイスケでございます。はい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 、もうここは軽めるとガチ山の声でハン君には超えさせませんような得点を出したいと思います。お前、どうした？何馬感出すの？まあ前回は、
たろうまさんですとしてハグ勝ちましたんで最低1位だもんね。はい、今回も防衛したいと思います。だどちらかというと俺からしたら今回は打倒ハン君なんで、そこまでめちゃくちゃプレッシャーをかけてもらって、うん、まあ僕の選曲はですね春歌ランキングから選びましたね。両方とも上位にございます。なるほど。みんなストロー、いやもうこれね今から歌う曲、僕のストーリーに沿った曲なんですよ。あら、おお、いいじゃん。上京してきてみたいな。ドラキュラちゃんどこにあるんだ上京要素遠く遠く離れていても僕のことが分かるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。
しがれないように。本気ですね。誰かの声でまた起き上がれるように。土の中で眠る命の塊、アスファルトをしのけて会うたびにいつも会えない時の寂しさ。分け合う二人、太陽と月のようで、実のならない花もをつぼみのまま散る。2曲目のスタンバイよろしくお願いします。あれこれ突っ込んだ方がいい、はい、俺やね今思ったら絶対今これはボケじゃないと思ってさあということで2周目いきたいと思います。よいしょ。よし、王がここでプレッシャーかけることによって俺らが緊張するから、どうしても俺と言ったらやめてほしい。なんか俺と言ったらいやいやいや、もう定着させたいのよ。言葉は魂、思ったらいいかかな。え、メイジェイ、メイジェイ全然要素ないんちゃう。ゼロゼロ全然ちゃう。何がかけ離れてますから全然。いやでもここでまた92ぐらい本当に出せたら、なんかあいつちょっと欲しがってるよね初めての90出して急になんか飛んで92いくとして、まあ90出せてるからね。まあ調子乗んなよ。いやいや調子乗んなはこちらのセリフだ。いやもう
かなり有名です。有名なんですか？ありがとう。これは有名です。ただ難しいです。必要なものは全部ここにある。あいつらに奪われた宝物は殴って取り返したってよかったけど、この手に余るものは見とかない主義さ。大人になって金を手にしてからは欲しいものはたやすく手に入る。子供の頃それが幸せと疑わなかった。どんな間違いだったらそれは失敗すると予見するよと言われてもピンとこないから、本当に熱いかどうか確かめる主義なんだ。正しいことが幸せと限らないでしょう。たくさんの間違いしてもう誰も純粋に教えてくれる？教えますわ。あの頃に話した
ロックはカラオケじゃ測れない点もあると思います。でも動画の今見ていてくれる皆さんには僕の魂が伝わったんじゃないかなと思います。ありがとう。では次行こうか。さあ3分で島袋、はい、果たしてこの人は何を歌うのか。うん、どうしゃくれてんの。しゃくれてないよ。島袋、前回の得点が 91.214 とまだまだ優勝を狙える得点ですね。はい、
かったぜ。珍しいエグザイル、珍しく歌わせていただきました。ありがとうございます。よっしゃー。ここから4番手立山ですね。よっしゃー。立山は前回が 92.686 と、うん、1位を狙っていただきたいですね。もちです。ミガンハートみたいな曲が出るんでしょうか。出るんでしょうかね。さあもう終盤ですよ。あの声、あの声は志村けん。卒業ソングランキング8位の曲を、選びました。もう YouTuber なら知らない方いないんじゃないかなって。おー、なるほどなるほど、曲ですね。はい、ということでケイスケが歌う曲はこちらです。頼む。取ってもらわないとね。
いて風に乗って飛んでいく思い出を探してた僕らも時は流れ飛び立つ時が来た過ぎてゆく青春時代初めは友達の意味もわからなかった少しは成長したのかな全員の名前が書いた黒板が旅立ちの日を感じさせるああいつと何度喧嘩したかたくさん馬鹿して怒られたら叶わぬ恋もあったけ今じゃいい思い出だ咲いた思い出が血まで90.036 です。おい、いや難しかった。いやこれ最後やられてたよ。何やの声帯。ペケさん声帯あかん。ペケさん声帯あかん。ナオさん曲作り直してください。ではラスト、神の声帯を持ち YouTuber1 と呼ばれてきた男の卒業ソングを、はい、皆さんに聴いてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。スタッフお願いします。はい、今のハン君の声帯を超える美声の持ち主に出会ったことないですから。そうだね、ないですね。 YouTuber でね、こうというやついるけどね。やる人はね、こうともこうでハン君には負けてないぞ。そうそうですね。いずれちょっとあの二人でカラオケガチンコ採点バトル、いや見てみたい。あ、いいんじゃないこれ。ガチということで、ラストハン君が歌う曲はこちらです。カモン。綺麗な街の綺麗な階段だな。全部綺麗な階段。影の中去りゆくあなたへ送る
僕です。マジ1曲目1位やってるよ。なんでなんでペケタンさんやわ。ペケタンさんの声帯がぶっ潰れた。多分ここら辺のどごときある感じやもん。なんでさっか。続いて第3位合計得点 184.106ハンクー！狙ってしまえばから。おーそうよな。びっくりした。まあまあまあ、下手でもなく。まあ一番よく
くないパターンだよね。他もなくみたいな。いやでも安定に点数は、うん、まあそうですね、平均値はちゃんと取りますよって感じかな。第2位合計得点 185.988。 なるほどね。ガチヤバー、そうだよな、さすがに勝ったと思ってたよ俺。ガチヤバー、勝ったと思ってた。うわぁ、うぜぇ、ガチヤバー栄光の架け橋でだいぶ追い上げたんですけど、ただ1曲目のやつがちょっと低かったかなって感じかな。ということで堂々の1位ハン君です。ちなみにハン君の得点 186.135 です。あー、やられましたね。まあまあまあ、どうでした1位の結果です。まあすって感じ。まあだからその頑張ってよっていう。じゃあ夏歌とかでいいんじゃないの。ああ、長い長いとかでいいんじゃないの。今回やっぱりその春歌縛りっていうのがちょっと難しかった。難しかったね。だからもう夏歌は春歌に比べると多分めちゃめちゃ多いから。多いね。いいよ。ということで今回は第1位はハン君でございます。また夏歌ガチンコカラオケバトルでお会いしましょう。バイバイ。 See you。クラウドのチャンネル登録する。いや発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今一緒にやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりの男女みたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。